北島達也です。スペシャルゲストにアンガールズさんの山根さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いや、結構1年真剣にやってるということで。そうですね、まあ、地道に頑張ってきましたね。はい、本当にネタとしてガリガリを売りにしてたような感じだったじゃないですか。はい、そうですね。いや、見たらガリガリじゃないなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとずつ、はい、もう普通の人の体型ぐらいになってきて、はい、こっからやっぱ先生ほどとは言わないまでも筋肉がある人になった方が面白いなと思ってやってる感じですね。今が一番面白くないです。僕もですね、はい、45キロしか最初なかったので、ね、ガリガリから始めたので、もともと日本で有名な人とかってもともと筋肉質で昔からクラス一番いいからみたいな人が多いですね。はい、まあ、そういう人がやるやり方と、もともと細かった人が徐々に大きくしている方ってちょっと違うんですよね。違いますよね。はい、やっぱりもともとごっつい体の人はやっぱ関節が太かったりとかして重いのガンガン上げてれば、どんどん筋肉がついていくんですけど、やっぱ関節が細いとそれに負けてしまって怪我をするし、そんなに重さを上げたからって力が出し切れてなかったりするんですね。ですからもうちょっと細かいことを考えてあげると、まあ最初は伸びたと思うんですけど、最近ちょっと停滞してると思うんですよね。そうですね。やっぱり1年ぐらいするとやっぱり普通関節が遅い人っていうのは停滞してくるので、はい、そこでちょっとやり方をどんどん変えていかないといけないので、はいはい、今日はぜひその方法を覚えていってもらいましょう。はい、ありがとうございます。ダンベルフライってやる、はい、これを軽いのではなくて今度逆に重いのでやるやり方。フライっていうのはどちらかというと開くので入れやすいんですよ、神経。だから意外と高重量を使ってストレッチさせると意外と胸に効くので。あ、そうですかね。逆になんかフライだと、はい、ちょっと高重量にすると怖いみたいなイメージだったんですけど、それは手をまっすぐにしてやったりとかするので、はい、結構曲げていいんです。あ、曲げて、はい、実は曲げた方がストレッチをされるんですよね。はい、こっちだとここまでいけないじゃないですか。はい、ここ肘をしっかり曲げるとストレッチをするんですよ。曲げて下に落とす。そうそう、下に落として、だからこの手首が非常にちょっとだけ外に開いてればいい。極端にこうしなくていいんですね。垂直より気持ち外に向いてる状態で、で、ぎゅっとこの胸をまた突き上げて上げて、こう一応閉じるんですけど、最後こういう感じで胸を。こっちも持った。そうですね。で、グッてか、小手みたいな感じですね、最後。それでこうグッて持ち上げてあげると、重くてもできるんだよ。ストレッチ。そうです。はい、これで手を握らないようにすると、ストレッチしっかりここまで。はい、でここから、グッとこういう感じで、グッとそう、こんな感じでいいです。はい、ゆーっとしっかりストレッチして、で早くガッとそうそう、ぎゅーっとストレッチして、ストレッチが一番の目的なので、上げる時はそんなに気にしないです。はい、そうそう、手を一回ごとに開く感じです。はい、おっ、公開数やると時間が長くなってしまうので、ただこれの目的はしっかり重さでストレッチをさせてあげて刺激の方向性を変えてあげる。でこの後にまた感銘で縮めるのをやるともっと効いてくるんですよね。結局この筋肉の誤作動みたいなのを利用して、あの力を出しすぎてしまうようにさせるんです、肩に。だから一回この重いので伸ばしてやるっていう作業だとして考えてやる。やってあげるんですね。ってことはこう間に挟む、ね、そう、間に挟んであげるとすごい効果が出ます。例えば何セットというか、これはまあ2セットぐらいで十分ですね。3セットとかだとちょっと疲れてきて怪我する可能性もあるので、おで、さっきみたいにしっかりしたベンチをやって、その後に今度ヘビーでストレッチさせて、今度ケーブルクロスで固めてあげると、またしっかり固めて、ケーブルクロス、もう一回じゃあストレッチしてみましょうか。はい、これはもうこの真ん中の胸郭を広げるつもりで、この軟骨なのでちょっと広がるんですよね。1年に5ミリぐらいはもしかしたら成長するかもしれない。そうしたら肩幅自体も広くなるので。おじさんでも広がるんですか、まだ。いや、軟骨ですから矯正すれば。で、ぎゅーっと固める。そうそう。ぎゅーっとしっかりここを広げる。はい。で、もう固める。そうそうそう。はい。ストレッチするときは手を握らないで。はい、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 
縮させる種目を取りましょう、はいはい、まあ、こういうプレートが2枚ぐらい用意できるんですね、はいはい、そしたらですね、はい、これを挟んで、はい、こうやって閉じる、それ挟んで上下挟んで、そうですね、こう落ちないようにここでこうやって肘を、はい、この胸をしっかり上げた状態でこうやる、そうすると、はい、結構効きますよ。そんな種目が重すぎるかもしれないかなあ、これで重すぎですか、もう、はい、この真ん中のこのくぼみにこれ入れちゃって、そうですね、はい、で脇は開いてあげて、はい、胸を開いて、はい、この胸のこの方が上から落ちないようにこうやって、はい、胸を突き上げながら、はい、もうキュー、そうそうそう、あそうそう、固まりますよね、あ固まりましたね、結構でも早くやりましたね、5、胸を真ん中を突き上げるようにするとですね、持ち上げたところがつくので、つけたいところを持ち上げる、肩を下げるようにする、8、ケーブルとかで普段やるといいんですけど、これない場合はこれで十分。これも、はい、あの角度によって効く場所が変わるんです。例えば、ふわってにして、はい、あの下の方でやってみてください、今度は。下の方で上げる方を、はい、脇を開いてですね、はい、こっちに向かって下げる。そうそう。そうすると、はい、さっき下の方に行きます。ああ、本当ですね。全然違う。そうそうそう。だからこれでスレッドを作りたいところを仕上げてあげる。そうそう。おお。そうそう。これでもまだちょっと僕まだ外に効いちゃうような感じがするんですけど、はい、もっとじゃあ中をこう意識して、意識したかったらですね、この胸を突き上げて立った状態で胸を張った状態で肘は開くんですけど、この肩が下がったまんまグッと、そうすると最後この辺で真ん中にグッと、本当だ、そう、胸を突き出したまま、そうそうそう、そうすると真ん中にグッと、ギュッ、本当だ、そうそうそう、胸を引っ込めちゃうと真ん中に来ないんですけど、胸を突き出してれば、そうそう、ああ、そういうことか、はい、ああそういうことね、ああ、比較的真ん中を意識しやすい現象なんですね、これ伸ばしきるっていうふうにやると逆に肩が前に出ちゃうので、はいはい、伸ばしきれなくていいのでしっかり胸をこう突き出してこういうふうにやってあげると真ん中がビュッて固まる、いやーそうですか、こうやって筋肉を独立して考えてあげると筋肉がこうどんどんでかくなってくるので、いやー勉強になるな、ちょっと今までのイメージと全然変わったな、いやでも早いわ、このなんか筋肉痛になるというか、やっぱりペインがきますよね、ペインきますね、だからノーペインノーゲインってそういう意味なんです、痛みを与えなきゃいけないです、筋肉にどうやって痛みを与えるかということを常に考えてあげる、でそれが麻痺して 1,2 回っていうのが一番ですね、今まで頑張って、まあ、ほんと次の日に来ればと思って、はい、あ次の日来たよかったと思ってたんですけど、当日来るから分かりやすいですね、そうです、まあ、あとはちょっと耐えるんではないんですよ、痛くさせようって言ってガンガン要はアグレッシブに行くのが大事なんですね、攻めですね、まあ、受け身じゃなくて、うん、こう攻めなんですね、アグレッシブに行くっていうのが大事、だテンション高めてコーヒーとか飲んで勢いつけてガンガンやるっていう感じですね、いやそうだな、これはいいわ、でも本当に 2,30 分ガーンってやればガーンって膨らんで、あの痛くなって動かなくておしまい、疲れる前に筋肉がもう動かないようにパンパンにさせるっていうことですね、いやーよかった、ためになった、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、というわけで今日はガンガンやってもらったわけですけど、どうでした、はいはい、いやー今までとこう概念が変わるというか、はい、すごく参考になったというか勉強になりましたね、そうですね、あの山根さんはですもんね、1年ぐらいもう筋トレ系の、まあ、ワークアウトチャンネルやってるわけですね、そうですね、はい、どんなことをチャンネル内では、僕のチャンネル見てくれてる人は、はい、こう痩せてる人がどうやったら大きくなれるのかなとかっていうのを見てる人たちが多いので、うん、まあ、基本的にはどういうふうにこう食べて大きくするかみたいな、うん、いろんな人のトレーニング方法を聞いたりとか、やっててるんですけど、僕の師匠というか教えてくれた小嵐君っていうのも結構痩せ気味だった人からとはなってるんですけど、それ以降の人はやっぱりこう筋肉ついてったりとかする人が多いので、そのトレーニング方法を教えてもらったりとかしてた感じなんですけど、ちょっとだからまた違いましたね今までとね、
まあ、じゃあこれからぜひ今日の生かしてもらってどんどん体が変わっていくところをチャンネルで紹介していただいて、そうですね、ちょっと攻める筋トレを、攻めるアグレッシブにやるということで、はい、やっていこうと思います、はい、あの山根さんのチャンネルの方もぜひご覧ください。あの、はい、今後またチャンネルでお邪魔させていただいているので、はい、ぜひそちらの方もご覧ください、はいはい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。